こんにちは、澤部さん長文読から授業がやってまいりました。皆さん以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん大切なのは皆さん言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そしてその言い換えはじゃあどこから見つかるんですかと言われたら、皆さん一文の後半をしっかり見てくださいね。そしてそれをもう少し詳しく言うと、この辺りですね。そしてさらにこの辺り。この辺りをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。澤部さん明治学院に行ってみたいと思います。本日の長文でございますが、段落は8個、そして皆さん内容1問題5問でございますので、これは全部いきますからね。ということでよろしくお願いいたします。澤部さん第一段落でございます。皆さん注釈ついておりまして、灯油と二酸化炭素排出ですね。皆さんそれを踏まえて問いの A 考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん設問指針にですね、ディベロッピングカントリーズという話がありましてですね、で本文ここに書いてあるんですよね。そして皆さん、ケロシンガスイズの話もこちらに書いておりますので、ですから皆さん、この文章中、それが最大のヒントですね。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。皆さん、もちろんヘルスプロブレムズの話がしっかり書いてますからね、バッチリでございます。で、皆さん、根拠にしたところですが、これですよね。前置詞の右側ということでもよろしいでしょうし、文末ということで情報構造バッチリです。さあ皆さん次の段落でございます。これを一読していただいて問いの C ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん設問指針ですね、ソケットという話がありましてですね、これがまずここに書いてあるんですよね。ということは、その後ろの文章がヒントになってるんじゃないですかね。で、皆さん正解は2番ですよね。皆さんエネルギーを生み出して蓄えるという話が、皆さんここそのまんまですよね。書いておりますので、2番でバッチリです。で、皆さんヒントにしたのは、もちろんこの線を引っ張ったところですが、もちろん前置詞の右側ですよね。情報構造バッチリです。で皆さん先ほどの続きなんですが、ここは皆さん設問に関係がないので一読だけお願いいたします。さあ皆さんその次の段落でございます。これで皆さん問いの B を考えていただけると嬉しいかと思います。で皆さん設問の指示にですね、インザボールということがあるんですが、これが本文中、これですね、インサイドザボールというところに皆さんちゃんとつながっていきますので、この文章がおそらくヒントになってるかと思います。ですから正解は2番ですよね。コイル&マグネットということです。もちろんここに書いてますよね。ですので本文としっかり合致しますのでバッチリです。で、もちろんヒントにしたのはこれですよね。B 動詞の右側ということで情報構造バッチリです。さあ皆さん続いてですね、この上の段落だけ一読お願いいたします。で皆さん次の段落でございます。これで D を考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん設問指示ですね、これ一応点々点と書いたんですが、これが皆さん本文中ここに書いておりますので、ですから皆さんこの下線部を引っ張ったところ、この辺りで答えが選べるかと思います。もちろん正解は1番ですよね。この四角括弧でくぐったところを見ていただけるといいかと思いますが、ドネイトでワンボールということで、一つのボールを寄付するという話でございます。で、皆さん、寄付の話はどの辺ですかというと、皆さん、この辺りですよね。利益を使ってディストリビュートザボールということで、分配している様子。これが皆さん、こちらと言い換え可能ということでよろしいかと思います。でもちろん、コストに関してもリトルオアノーコストということですから、寄付というところでバッチリです。で皆さんヒントにしたところはこの下線部引っ張ったところですが、例えばホープス一般動詞の右側ですよね。そのあたりということで情報構造バッチリです。さあ皆さん最終段落でございます。最後皆さん問いの E ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんすぐに消せそうなのは多分3番じゃないかなって感じがいたします。To solve the energy problems ということですが、皆さん本文ですね。isn't going to solve the energy problems ということで、皆さん問題解決しなさそうなんですよね。ですからまず3番が×ということでよろしいかと思います。で、皆さん話の内容としてはですね、やはり問題はなかなか解決しないので、皆さんディファレントウェイズですよね。ちょっと他の方法、違った方法を考え始めるということでございますので、このあたりを踏まえて選択肢を選んでいただけるとよろしいかと思います。というふうに皆さん考えていただけますと、例えば2番ですよね。ライティングニーズの話はしておりませんし、4番エナジーサイエンスの話もなさそうですよね。ですから正解は1番ですよね。ですからオルタナティブエナジーソリューションということで、皆さんもう一つ別の代替の解決策ですよね。ですからその他の方法もう一つ別のというところが皆さんディファレントウェイズというところにつながってきますので、選択肢の1番バチです。で、皆さんヒントにしたところはこの下線部引っ張ったところですが、これですよね。一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。ということで皆さんお疲れ様でございました。皆さん明治学院大学ですね、内容1問題5問ご紹介いたしましたが、情報構造ですね、やっぱそれを意識していただけると解きやすくなるかと思いますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。そして、皆さんもちろん明治学院の過去問は皆さん頑張るかと思いますが、レベルごとを考えるとですね、やっぱある程度、もうちょっと難しめですかね。G マーチレベルで練習をしておくと、当日、明治学院は余裕を持ってですね、さばけるかと思いますので、ちょっと皆さんこのあたりも取り入れていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。